はい、ありがとう整体の平野です。まあ暑い夏がねずっと続いてきて、ちょっとこう夕方になるとね少し、冷たい風というかね秋の風が、吹いてくる、今日この頃なんですけども、本当にこの季節の変わり目ね、体がこう変わる、体の位置がちょっとずつこう変わるんですけども、そこで引っかかっているとやはり季節の変わり目にドカンと来てしまう。まあ一番多いのは腰痛だとは思うんですけども、いろんな、問題がこう吹き出てきます。それは、体がこう、夏のねこうあの暑さを発散する体型から、まあ、こうだん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 こう少し熱をためる格好になっていくときに、まあ、自然に多少はこう動くんですけども、この時に引っかかりが、ね、あるとそこに歪みが生じて、いろんな症状が出ます。でそれをやっぱりスムーズにこの季節をこう通り過ぎるということが、やはり体を整えることにもつながって、まあ、免疫力にもつながる可能性があります。非常にねこの季節の変わり目重要なので、こういう時にぜひね整体治療、整体調整をですねしていただけると、いいかなと思います。皆様お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。